これじゃね、これじゃね、そういうこと、あ、こっち割れちゃう、客室とかじゃない。どうも、ブリサーモンです。今回はですね、新しいね、ジャンルみたいな始めよっかなと思っとって、日本のね、各地にある不気味な場所やったり、ちょっとね、変わった場所やったりとかを行くっていうね、そういう企画をね、やりたいと思います。今回はね、それの第1弾ということで、廃温泉跡っていうところ行っていきたいと思います。倉谷温泉跡っていうのかな、正式名称は。詳しくはね、またバイクで走りながら説明するんですけど、とりあえずね、今日は今からそこにね、向かっていきたいと思います。道がかなりね、険しいらしくて、車とかやとね、行けないらしいです。バイクでやったら、ね、ギリギリまあ行けるみたいな場所らしいので、早速ね、向かっていきたいと思います。僕一人やったらちょっとね、心細いので、友人をね、呼んで一緒にね、行きたいと思います。なので、ちょっと呼んでいきたいと思います。友達、はーい。ちょっと今から温泉行きましょう。え、マジで？はい、温泉行きましょう。マジ？マジです。何、いつもドッキリとかやってるじゃないですか、うん、そういうのじゃなくて、ほんまにガチで温泉っす。あ、どうぞ、画角に入りましょう。あなたも、はい、温泉ですよ。温泉めっちゃ嬉しい。露天風呂とかある系？いや、ちょっとね、露天風呂があるかは分かんないんすけど、いや、でも露天風呂みたいなもんなんかな。行きましょう、行きましょう。今日は、ね、楽しみ楽しみ。ただの旅企画なんで、はい、おー嬉しい。はい、じゃあね、向かっていきましょう。はいはい、ということで今から向かっていくんですけど、今分かってる情報ね、まとめていきます。正式名称はですね、倉谷温泉で、場所なんですけど、和歌山県の紀の川市っていうところにあるらしいです。1981年に温泉宿が廃業して、その影響でね、その温泉を経営してた人が自殺をしたっていう噂があるんですけど、その真相は定かでなくて、単にね、後継者がいなかっただけともね、言われています。で、なんとですね、 Google でレビューが付けられてるのをね、発見したので、今からね、一緒に見ていきましょう。はい、これですね、現在廃業しておられる星1です。ちょっとね、理不尽の暴力すぎて笑ったんですけど、しかもね、これいいね4つもついてるし、いいねつけたんのよ。絶対これ見たら悲しめて、星1つけるな、そんなことで。ちなみにですね、もう一個レビューあったんですけど、そっちもね、星1でした。ちなみにですね、ここの一種の噂みたいな、不老者の人がなんか住み着いてて、刃物とかでなんかその肝試しとかに来た、そのマンジ系タイプのオラオラ系の人たちを刃物でこう追い返してるらしいんです。そういう情報があるらしいです。ではね、付近まで来たので、今からね、いろんなネットとかの情報を見ながら探していきたいと思います。その温泉地帯ね、だいぶ道路混んでたからね。ほんまに渋滞してたよね。めっちゃ渋滞してた。で、結構暗なってきたね。今何時ぐらい？6時とか。6時とかじゃない、周りの景色映ったの。いや、もう大したもんないから。畑ばっかりなんでね。ほんまに畑ばっかりね。探していこうね。怖い？え、何が怖いの？なんか怖いことあんの？なんもないよ。あ、まあ普通に温泉に行くけど、なんかその行くまでの道がね、さっきはちょっと動画で説明したんやけど、相当なんか険しいらしくて。これ事故らんかな、大丈夫？なんかもう車やともう絶対行けへんらしい。で、バイクでまあなんとか行けるよねっていう。それ大丈夫なところ？まあ大丈夫大丈夫。まあとりあえずちょっと探していきましょう。これ結構ね、リアルで怖いんですけど、狩猟をしてる方が、イノシシと間違えて一回人を撃ち殺してしまったっていう事件もね、あったそうです。まあ、真相はわからないんですけどね。まあでも、人生の最後が、イノシシと間違えられて射殺って、ちょっと相当嫌っすよね。絶対成仏できないっすよ。まあそのぐらいね、やっぱでも結構山奥にある感じなんでね。いやー、ちょっとね、行く前から怖くなってきましたね。今ちょっとね、調べたらやっぱね、ネットにね、書いてた道とすっごい似てるんですよ。だから多分、この道をずっとまっすぐ行ったら、その温泉宿がね、あると思うので、ちょっとまだわかんないんですけど、確定じゃないんですけど、行けそうなところまで、こいつでちょっと行ってみたいと思います。車が通った跡みたいなのは結構あるんで、車も昔は通ってたんですかね、ちょっとわかんないんですけど、どうですか？大丈夫そうですか？え、めっちゃ怖いって。ガチで温泉向かってる？ガチで温泉向かってる。じゃあこのままちょっとまっすぐ進んでいきましょうか。危ねえ、こけるかと思った。焦った。もうなんかタイヤの跡は結構ありますね。もしかしたらバイク乗ってる方がね、いるのかもしれないですね。もうちょっとね、明るい時に来たかったですね。え、これじゃね、これじゃね、あった、これや。
これですね、多分。あ、次だよ。どっちぐらい。そういう趣味ね。そういう趣味。温泉で入るのが趣味。はい、探索していきましょうか。バイク止めようか。はい、ということでね、多分ね、これのことだと思います。本当にね、実在してました。ここが廃温泉ですね。噂ではいわゆるね、浮浪者っていう方たちが住み着いたりしてて、すごい危険とかそういうね情報も結構あるんですけど、まあ中にね入ることは不法侵入になるのでできないんですけど、外観をぐるっとね見ていきたいと思います。で、なんかね、噂によると温泉まだ湧き出てるとか言われてるらしいです。あ、ちょっと見てください。こっからやったらね、若干なんか中の様子とかも見えますね。はい、暗いんで詳細は分かんないんですけど、和室っぽい感じします、うん、和室っぽいね。ただほら、あっこにある中のタイル、あれなんかあれが温泉のっぽくないですか。なんか俺は畳みたいな。で、ここにね、扉が、これ襖かな、からもね見えますね。扇風機ありますよ、扇風機。川の下にも、なんか落ちてたりしますね。これ温泉のマーク、どれほんまや、温泉のマークがあります。やっぱりね、ちゃんとここ温泉地だったんですね。で、これが多分ね、その入るところのいわゆる入り口っぽい橋なのかな。あ、でもなんか看板みたいなのありますよ。立ち入り禁止ってね、文字があります。扉っぽいのもありますね。で、こっち側にもね、まだ続いてるんで。あ、こっちあれじゃん、客室とかじゃない多分、ね。もうちょっと明るかったりしたら多分ね、中身鮮明に見えたりしたのかな。看板があります。注意、この付近にくくり罠を。うそういうこと。動物とかの、あ、そっちか。そう、罠がここら辺にあるっていうことなんです。ということで、本当にありましたね。うん、ありました。はい、ということでね、今回は倉谷温泉というね、廃温泉にやってきました。でね、無事ちゃんと見つけることができました。これからもね、こういうシリーズ好評やったらね、やっていこうって思いますので、こういうところ行ってほしいとかね、そういうコメントもあったら行くので、はい、ということで今回は以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。パパ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 パ。